まあ、挑戦できない会社っていうのは目の前の具体的なものにこだわってしまう、何のためにそれやってんのみたいな、うん、そういうことが交わされている組織なのか、うん、失敗した時にどういう対応しましたかっていうのも、そう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 、どうもしゅんです、こんにちは。今回は日経スタディさんとのコラボ企画ということで、今回のテーマはですね、伸びる企業、廃れる企業っていうことをテーマにゲストをお呼びしてインタビューさせていただけたらなと思ってます。今回は実際の就活生の高橋さんも参加していただきます。よろしくお願いします。本日のゲストは荒木さんです。よろしくお願いします。荒木博之と言います。学びデザインという会社をやっておりまして、まあ、いろんなスタートアップの手伝いをやったりとか、まあ、今日お話しする世界倒産図鑑であるとか本を書いたりとか、就活生の皆さんも企業選びってマストでやらなきゃいけないと思うんですけど、これから伸びていく企業と廃れていく企業の見極め方ってなかなか難しいと思うんですよね。高橋さんは今就職活動してると思うんですけど、どういう基準で企業を選んでるとかってありますか？伸びる企業、廃れる企業もそうですけど、人とか環境っていうのは意識してたなって思います、うんうんうん、どういう人だったら、どういう環境だったらいいなと思う。人で言うと挑戦を認めてくれる人がたくさんいる環境がいいなっていうふうに思ってます。挑戦を認めてくれるってすごい大事なことだと思うんですけれども、うん、実際どうなるかっていうと、やってるとすごい具体的なことにこだわっちゃうんですよね、うん、だから挑戦できない会社っていうのは目の前の具体的なものにこだわってしまう。でもなんでそれにこだわってんのっていうと、実はこだわりがすごい抽象度の高いところにある会社っていうのは挑戦がしやすいんですよね。おー、確かに大テーマとか目的だけ共有されていて、それの手段を自分たちで考えようみたいな流れになってますね。そうなんです。大きな目的に対して今これこだわってるのはあくまでもこれをやるための手段に過ぎない、うん、だからこれを本当は実現したいのであるという、うん、その大きなところにこだわりがあるか、うん、目の前のここにしかこだわってないかっていうのは、うん、挑戦できる会社かどうかって大きな違いなの、うん、確かに。じゃあそれを見極めるポイントとしては、実際働いてる人とか新卒の方とか関連目の若手の方でもそういったことは浸透されてるかどうか見極めるのはある種は見極めるポイントとしてあるかもしれない。そうですね。だから OB 訪問とかでたまたま目の前にいた人に行って、まあ、仕事の説明多分してもらうと思うんです、ね、一言聞いてもらいたいのは、それは何のためにやってるんですかっていう、で多分ね、そのね1段階上ぐらいまで答えられると思うんですよね、うん、それは何でですかってもう1段ぐらい、そうするとだんだん上に上がっていけばいいと、すごい抽象度高くなるじゃないですか、うん、でその抽象度高いところを語っているその人の目を見る、どれぐらい本気でこの人を語ってるか、うん、多分自分でも語りながらこれ嘘ついてるなと思う瞬間ってあるじゃないですか。一番抽象度高くなるとなんか世界平和とかになるんですけど、世界平和みたいなことを本気で信じて語ってる人と、うん、世界平和いいっすねって、うん、伝え方全然違うじゃないですか。確かに我々はその感覚は絶対持ってるんです、うん、この人は本気で言ってるか自分ごまかしながら言ってるかっていうのは分かるので、うん、そうするとこの会社がどれぐらいの抽象度で本気になってるかっていうのは分かるんですよね。もちろんね、たまたま来た OB 訪問の方だから、それをもって全てのことを語ることはできないと思うんですけれども、うん、その現場の人であってもどんな立ち位置であっても組織の中でそういうことが会話として起きてるかっていうのは予想できるんですよね、うんうん、私ね、よくホチキス担当者の悲劇っていう話をするんですけれども、これはあくまでも比喩なんですけどね、うん、ホチキスを打つ仕事があるとするじゃないですか。それはなぜかっていうと、紙があるからホチキスを打つわけじゃないですか、うん、はい、でまあ、その上には情報を取り扱うみたいなそういう仕事があるから紙があり、うん、ホチキスという業務が発生する、うん、でその情報を取り扱うのはまたさらにその上のレイヤーがあって、うん、世の中をこんな風に変えたいな、そういう話があって、最終的にホチキスという業務ができている、うん、こう連鎖の中であるわけじゃないですか、はい、しかしホチキスを仕事をアサインされるじゃないですか、うん、だんだんこだわりが出てくるんですよね、うん、何のこだわりが出てくるかっていうと、この前入ってきた新人のホチキスの打ち方が気に入らないと、うん、そういう話とかが起きてるんですけど、世の中何が起きるかっていうと紙がなくなるみたいな話が起きてしまいますよ、うん、そうするとホチキス業務というのはなくなるわけじゃないですか、うん、ところが担当者レベルではホチキスの角度で争って、うん、派閥争いとかが起きてたりして、うん、ホチキスにめちゃくちゃこだわってみたいなことが起きたりするわけなんですよね、うん、だからすごい会社が変化できるかどうかっていうのはホチキスにこだわるんじゃなくて、
って何をやろうとしているのか、そうじゃないとホチキス打ってる人は抵抗勢力なんです、間違いなく。で、倒産している会社の大きな法則を言うとするならば、既存の業務に対する抵抗が大きい。抽象度高く考えられてないから、具体的なものホチキスを打つということにこだわりがあって、ホチキスなしってなった瞬間抵抗しますよね。確かに。そうすると、例えばしゅんさんが社長だとしたら、どうするかっていうと、むちゃくちゃ時間かけてコミュニケーションしなきゃいけないですよね、でそうやってる間にペーパーレスのスタートアップ企業ができて、そこに最適化していくんです。いや、怖いですだから普段から、いやホチキスね、いつもしっかり打ってくれてありがとうと、しかしそれは何のために打ってるんだろうね、その仕事が必要でなくなる瞬間っていうのはどういう時だろうかと、で我々はこういうことを目指してるよねみたいな、そういう中小レイヤーの会話っていうのが組織の中でどれぐらいなされてるかって、すごい大事な変化の時代だから、具体的な物事ではなくて何のためにやっているかを聞くっていうのは、就活生の皆さんもすぐ実践できることかなと思います、今回ちょっといくつか事例をご紹介いただきたいなと思っています。ネットフリックスの前ビデオの覇権を握っていたブロックバスターという話があるんですけど、ブロックバスターがなぜ倒産してネットフリックスが伸びたかみたいなところの話、ちょっとお聞きしてもいいですか。はい、そもそも今の若い方ってレンタルビデオ屋っていうものの存在を、高橋さんとか知ってますけど、借りたことは2回ぐらいしかないんですね。しゅんさんは？僕はビデオはあんまり借りたことないかもしれないですね。はい、YouTube で全部見れちゃう、そうですよね、だから世の中まさにそういう変化があったわけですよね、だからこのブロックバスターっていうのは、そういう意味ではビデオだし、まあ、その後 DVD、ブルーレイとこうメディアそのものが変わっていくわけですけども、最初にこのビデオというメディアを使ってそれを貸して儲けるというそういう収益で、アメリカで最終的に9億ぐらいのシェアを取った。半端ないですよね、はい。ところがブロックバスターっていうのは何かっていうと、それをもう中央集権型にして、かつて大量に購入して、それでこう店舗にばらまく、だからラインナップもすごい豊富だし、365日オープンしていて、地元のインフラとしてね、すごい視野を拡大してたっていう、そういう会社なんですよね。まあ、ご存知の通り時代が変わるわけですよね。最初に DVD というメディアが変わって、その時に創業したのがネットフリックスは、最初何をやってたか、DVD 郵送サービスっていう。あ、そっか、店舗いらないですね。店舗いらないんです。ビデオテープって見たことあります？あります。そこそこごっついじゃないですか。はい、でこれ送るのって結構コストかかるわけです。ところが、DVD って、まあ、円盤じゃないですか。これってすごいコスト安く、しかも安全性高く送ることができるということで、店舗レスで DVD を送るっていうことだったら、ビジネスモデルとして成功するんじゃないかということを思って立ち上げたのがネットフリックスで、それで成功して、その後ストリーミングの時代になって、そこにネットフリックスは思い切ってストリーミングの会社にチェンジしていくわけなんですけど、その何段階かの変化の間にブロックバスターついてこなかったんです。なんでついていけなかったんですかね。これはね、やっぱり過去の遺産ですよね。つまり全米の店舗にそれだけの店を張ってしまったから、どうしますって話ですよ。その店舗レスの方がコストも安くできるっていうのは分かってるんですよ、もしくは世の中ストリーミングになったってことはもう100も承知なんです。どうします、これ店舗全部なくします、結構きつい時期って。確かに直近の売り上げはガクッて下がってるわけでもないっていう状況だと、そうなんです続けてしまう気持ちはすごく分かる。だから結局郵送であるとかストリーミングとかにも参加するんですけど、やっぱ遅れるんですよね、日本3歩も。結果的にはそれでもう淘汰されていくっていうのがブロックバスターのね、悲しい歴史ではあるんですけれども、その時点ではネットフリックスよりも全然ブロックバスターの方が資本力もあって、人もいっぱいいて優秀な人も抱え込めたのに追いつけなかったっていうことですね。そうなんです。だからちょっと想像してほしいんですけど、ブロックバスターで採用されました、そうすると、じゃあ例えば新人教育とかあるわけじゃないですか、何するかってことなんですよね。多分店舗に配属しますよね、研修やるじゃないですか、何やります、受け渡しとかカセットテープの保管の方法とかですか。そうですよね、そういうことやりますよね、接客とかもやりますよね、そもそもいらない、いらないです、全部いらなくなっちゃうんですよ。
こまで手塩にかけて育成したコストが全部無駄になっちゃうんですよ。だから可能性としてはですね、エンタメかける店舗って成功してるじゃないですか。だからどっちにこだわるのかっていうことって結構大事だと思うんですよ。いろんな掛け算でビジネスモデルを見てたんですけど、エンタメかける店舗型っていうのが遅くなったと、そうするとエンタメにこだわるか店舗にこだわるっていう話も可能性としてはあるわけですよ。つまりそういうレンタルをやらないで店舗をベースにした何かをビジネスにするっていう、そういう可能性もある、はい、なんだけれどもそこで問われるのは、そうするとブロックバスターって何の会社なんですかと、何を目指している会社なんですかっていう抽象度の高い問いに戻ってくるんですよ。ブロックバスターって何目指してたんですか。何目指してたんだろう。でもそれが明確じゃないっていうのが一番の範囲かもしれないですね。まあ明確じゃないと僕は言い切れないんでちょっと分かんないですけど、結果論から見るとそこで軸が定まらなかった。逆を言うとネットフリックスって何回も波に乗り切れてて、それを市場のリーダー的な位置に現状でもなってるっていう点では、それがねまた面白い話があるんですよ。これは波に、まあ、結果的には乗り切れたんですけど、めっちゃ派手な転び方もしてるんです。でそれは何かというとクイックスターっていうビジネスがあってですね、これめっちゃ失敗したんですよ。もう炎上してビジネス立ち上げる前にクローズしたっていう黒歴史なんです。何をやろうとしたかっていうと、この DVD の郵送サービスっていうのとストリーミングっていう両存するっていう時期だったんです、これ併存っていうのがちょっと良くないんで会社を切り分けよう、そういうことをしたっていうのがクイックスター。だから新生ネットフリックス、あと旧来型のビジネスはクイックスターっていう名前でやろうとして、ID も全部分ける。ユーザーからしてみるとどっちにも ID 登録しなきゃいけなくて、どっちにも課金しなきゃいけなくてっていうのがとても面倒くさいっていうことで、それでもう決めとして、すいませんっつって、へえ、そこでちゃんと対応できたっていうところがいいところですね。これがねやっぱネットフリックスが今強い理由がそこにもあるんですけれども、そのユーザーの反応をベースにちゃんと修正をして、さらに言えばその意思決定の過程そのものを理解してるんですよ。あの意思決定は我々は正しいプロセスを踏んだのかと、そうすると実はちゃんとした議論がなくて、社長が偉すぎちゃって、社長の意思決定にただうまくいかねえなってみんな思ってたんだけど言い出さなかったみたいな、そういうのが後日談的に分かると、だからこれからのネットフリックスの意思決定モデルはこういうことをしようと、必ず異論を言うことみたいな、そういう行動原理が入れられて、っていうそういう話でもあるんですよね。さっき挑戦できる環境がいいっていうのはあったんですけど、それで聞く質問として失敗した時にどういう対応しましたかっていうのも、それねすごい大事なことだと思います、失敗が隠す対象になっちゃう会社と、失敗をこう積極的に公表している会社ってすごい、明確に分かれるんですよね。で当事者がこんな失敗して私の学びはこうですと、だからこそ今の授業はこうなってるんですみたいな、そんなストーリーで語られてる会社とかっていうのは、例えばユニクロなんかその例だったりするんですけども、だからそのオビホームとかね、何かある時も最近の失敗なんですかと、ビジネスで何か失敗しましたみたいな、そんな話をどんなスタンスで答えるかっていうのも結構大事なことかもしれないですね。で今のエンタメ×店舗っていうところで言うと、トイザラスっていう会社も、アレクさんの著書の中に書いてあると思うんですけど、トイザラスは何で倒産したんですか。トイザラスはですね、今日本法人はまだ残ってそうですよね。日本では全然生き残ってるんですけど、アメリカの方では倒産してるんですよ。でこれもなぜ倒産したかっていうと、まさにネットですよね。だからみんなネットの波がその90年代後半ぐらいから来て、ネット専業のおもちゃ屋さんみたいなのに来て、ラインナップとかリアル店舗より幅広いみたいな、そんなビジネスモデルが出てきたね、トイザラスどうしましょう。でももうネットで対抗するしかないですよね、ネットで対抗するしかないですよね、なのでネットが盛り上がってきたなっていうことを踏まえて、トイザラスもネット進出をするんです、まあ、これ五タブに漏れず2本3本遅れて、でもネット販売に入るんですけれども、まあ、うまくいかないんですよ。なぜなのか分かります。
もう他のところが結構市場取ってるっていうのと、あとさっきの同じ理論で組織の問題とか。おっしゃる通りです。一方で店舗抱えているビジネスで成長してきたじゃないですか、うん、ネットで売られるっていう、そのネットの担当者がどういうふうに見えるかってことなんですよ、うん、この店舗の人たちから見られる。だからせっかく育ってきたお客さんが、うん、あ、ネットで買えちゃうじゃんって言って店舗来なくなるみたいなことがあるわけですよ、うん、そうすると、まあ、これカニバリゼーションっていうのが言われますけど、共食い状態になっちゃうんですよね、うん、ふざけんなみたいな話になるわけです。だから足の引っ張り合いみたいなのが起きて、よっしゃネットでガンガン行くぞみたいな、そういうこうモメンタムに会社の中でなりにくいんですよね、うん、っていうことでうまくいかず、でうまくいかないけどやらなきゃいけないっていう時に何をやったかというと、アマゾンと提携するという意思決定なんです、うん、なんか一見良さそうに見えますけどね、うん、そうですね、まあ良さそうじゃないですか、うん、しかも独占契約みたいな。そう、独占契約だからアマゾンもおもちゃのラインナップがちょっとこう弱いなっていうのが分かってきて、まあある意味ウィンウィンですよ。うん、何があったかということなんですけれども、うん、アマゾンから一方的に提携を破棄されたんです。数年たった後、それはもうアマゾンもギューって成長してきて、うん、そしてアマゾン自体もトイザラスに依存してたらダメだと、もっとラインナップ拡張したいし拡張できるっていう見通しが立っちゃったんで切ったんです、うん、トイザラスからしたらたまったもんじゃないと思うんですけども、トイザラスはどうなったかっていうと、結局自分たちにはネット販売の能力が何一つ残らない、うん、会社になってしまったわけなんです、うん、じゃあこれから自分たちでやるかっていう話になった時もタイムアウト、ということで本日いろいろと荒木さんに失敗の事例からこれから伸びる企業、伝える企業の共通点であったり大切な要素みたいなところをお伺いしたんですけども、どうでしたか？自分の就職活動見直そうと思いました、うん、自分ってなんだろうみたいな感じで探してたんですけど、軸がなかったなって思いました。だから自分のやりたいことは何だろうっていうのは、うん、より抽象度の高いエリアと、うん、一方で具体的なエリア、うん、これをしっかり両方考えた方がいいと思います、うん、荒木さんがこれから出される著書「世界失敗製品図鑑」が下の概要欄に貼ってあるので、よかったら買ってみてくださいということで、本日は貴重なお時間をいただいてありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。